米大リーグのドジャース、大谷翔平が19日、日本時間20日、マイアミでのマーリンズ戦に、1番 DH として先発出場。6回に49号ホームランを放った後、続く7回には今季50号を達成。その上、3打席連続となる51号まで打ち込み、前人未到の50から50、からさらに51マイナス51、 に記録を伸ばした。これにはテレビ局も急ピッチで対応に追われる事態となった。動画、ちょっと間に合わなくてと困惑するウガジンメグアナの様子。TBSK、ザタイム、月曜から金曜午前5時20分、では、ウガジンメグアナが、50、と書かれた札を手にしながら少し困惑した表情で、ちょっと間に合わなくて50しかないんですけど、と説明。しかし、 その瞬間、画面後方に男性スタッフが一瞬映り込む場面が、宇賀じアナは少し焦った様子で、本当は51を貼りたかったんですと切実に訴えた。その声に応えるように、杉山真也アナはスタッフから、1、の札を受け取り、そっと宇賀じアナに手渡し、宇賀じアナは、あ、杉山さん、ありがとうございます。ちょっとこれ、バタバタしちゃって、 と息をつきながらも笑顔を見せ、51達成しました。バタバタしてると話した。その後、番組公式 X でこのシーンの切り抜き動画がアップされると、もうねえ、一同がバタバタするほどの恐るべしバケモンぶりな世界の大谷。今日の活躍すごすぎ、まだこの時は誰が51.51 51になることを予期したか、まさかのまさかのだったしね、といった声が寄せられた。